小島文隆は日本の雑誌編集者。東京都出身。1980年アスキーに入社。パソコンベンチャーのイメージが強い同社において、退社まで一貫して雑誌、ゲーム関連の仕事を手掛ける。1984年ログイン編集長に就任。同志をそれまでのパソコン技術系の紙面からゲームを中心とする娯楽系の紙面へと転換させる。 これにより同志は大きく部数を伸ばし、1988年にはパソコン雑誌では日本初の月に開刊化を達成する。1986年にはファミコン通信を創刊、初代編集長に就任し、現在まで続く同志の基礎を築いた。1988年には MSX マガジンでも編集長を務め、一時は三誌の編集長を兼任していた。 1990年までに3紙の編集朝食を順次更新に譲り、その後は雑誌、ゲーム部門を統括する第2編集統括本部長、常務取締役として、アスキーの稼ぎ頭である部門を率い、天才編集者とまで呼ばれた。このほか、1989年にはパソコン初心者向けの雑誌、アイコムの創刊にも携わっている。1996年、 アスキー社長の西和彦との意見対立が表面化し、4月20日付で退社する。小島と行動を共にしたメンバーと共に、一時はアスキー復帰に向けた交渉にしと思ったが、結局決裂し、同年7月にアクセラを設立、代表取締役社長に就任する。しかしアクセラは大きなヒット作を生み出すことができず、2000年10月に多額の負債を抱えて倒産した。 小島は、その後、出版の表舞台に出ることはなかった。2015年5月、がんのため死去。ありがとうございます。